ほど正面に見えますが、何が一番高いところにいますか。これは施設は4月16日の開通当初には18メートルの積雪です。ではこの日の芋吹は強いものなので、4月18日から18メートル。アイスクリーム食べる。ご乗車ありがとうございました。まもなく室堂です。室堂ターミナルビルのすぐ隣には、立山の豊かな自然を広く知っていただくための施設として、立山自然保護センターが建設しています。また、2階にはホテル立山とレストラン、売店、コーヒーラウンジがございますので、ぜひご利用ください。中山岳国立公園立山一帯は、自然保護、環境保全のため、ゴミの持ち帰りに協力をお願いしています。この先、黒部ダム方面へお越しの方は、立山トンネルトロフィーバスにお乗り換えです。車内のお忘れ物、落とし物のないようご注意ください。合わせ物の落とし物でございます。